じゃあ今日はですね、A プラットのコンテンツについて紹介していただこうと思います。紹介していただくのは気候変動適応センターのウェブチームのメンバーである釜江さんと服部さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、A プラットのコンテンツの一つとして、WebGIS について説明していただこうと思ってまして、WebGIS は気候変動や気候変動影響の将来予測データを地図化して表示するというツールなんですけれども、実際の一般の方がですね、気候変動やその気候変動影響のデータだけもらってもなかなかそれをこうどう見たらいいのかとかどう扱ったらいいのかわからないというところがあると思うんですけれども、それをこう地図化して視覚的に表示をすることでそのまま使っていただけるというような、そういうツールになってます。これぜひですね、皆さんに活用していただきたいと思うので今日紹介させていただければと思います。ちょうど私も先日自治体の方と打ち合わせをしたんですけれども、この WebGIS の存在についてやはり A プラットある程度見ているという人も知らないという方多かったので今回ぜひ知っていただければなと思います。じゃあ、まず最初にですね、釜江さんにまず WebGIS A プラットからどうやってまず見に行けばいいのかというところからちょっと説明していただきたいんですけれども、まず A プラットちょっと画面共有していただいて説明お願いできますでしょうか。画面共有したんですけど見れてますか。今 A プラットのトップページ見えてます。はい、WebGIS の、行き方なんですけど、はい、まずデータ資料この右上のところに、右上のデータ資料ですね、はい、こちらを押していただいてクリックして、で下にスクロールしていただくと、ここに気候変動の観測予測データっていうのがあるんですけど、はい、それの将来予測データをクリックしていただきますと、今回の紹介する WebGIS オンライン地理情報システムっていうところがあるので、はい、こちらをクリックしていただくとこのページに飛びます、はい、でここで各都道府県とか全国とか選べるんですけど、今回はちょっと全国の情報で見ていただければ。はい、で押すと今回は全国を押したので全国のデータが見れる形になっています。ここまでが、WebGIS の A プラットトップからの行き方になります。はい、ありがとうございます。これでですね、この WebGIS はA プラット昔からこう見れるようにはなっていたんですけれども、最近見れるデータが追加されましたよね。他にどのようなデータがこう見れるのかというのを紹介をお願いできますか。はい、これまでこの WebGIS では S8 データと呼ばれる影響予測と気象庁の第9巻の2つが見れてたんですけど、今回新たに気候予測では NIS2019 データという弊社で作成されている気候変動のデータと、あと NARO2017 データという、こちらは農研機構さんの方で作成されている気候予測のデータ、海洋のデータ、ジャムステックさんの方で作成されているデータの3つが追加されました。であと気候変動影響予測でのデータでは CCAPのデータと地域適用コンソーシアムデータが追加されました。合計で5つですね、はい、追加されました。はい、どういうデータが見れるかっていうのを一覧的になってるページが確かありましたよね。はい、そちらをちょっと一旦見せていただけますかね。はい、ここからですよね。ここからです、はい、でこれの将来予測指標というところを見ていただくと一覧的に、はい、ありがとうございます。これですね、将来予測データの指標一覧と入手方法というページですね。はい、国関圏の気候予測のデータで、この表の中の一番左側の列に並んでいるような気温とか降水量とかのデータが見れるんですね、はい、これも気候データもいくつかこう種類があって、農研機構のデータも国関係で作成されたデータと同じように気温であったりとか降水量であったり、はい、夏日の日数であったりっていうのを見れたりします。なるほど、はい、で先ほど言ってたジャムステック海洋研究開発機構のデータ、こちらは水温なん、はい、海面水温のデータということですね。はい、の今までの国関圏とか農研機構とかジャムステックのデータというのはこの10月から見れるようになったんでしたよね、確かね。あ、そうです、はい、ということですね。ここまでが気候のデータだと、はい、でここから下が影響予測のデータっていうことですね、はい、1つ目が環境省の
地域適応コンソーシアム事業という、まあ、プロジェクトの中で、はい、作成された、まあ、データということで、はい、あの見れるものとしては農業の米収量品質や、まあ、自然生態系の中の赤菓子や、まあ、竹林松枯れとか、まあ、そういったもののデータですね、はいはい、これも、まあ、シナリオいくつかのシナリオや気候モデルも選択できることなんですね、はいはい、なるほど。でその一つ下が文科省の CCAT と通称呼ばれている気候変動適応技術社会実装プログラムという研究プロジェクトで作成されたデータだと。これも農業分野、自然災害、産業経済活動のデータがあるということですね。この10月から追加されたと。なるほど。で、まあ、今もいろんな研究プロジェクトが動いたりとか、まあ、あの直近終わったりとかしてると思うんですけども、今後もこうデータ追加の予定はあるんでしょうか？現在予定されてるのは、CCAT のデータなんですけど、今回ちょっと開始に間に合わなかったというか、はい、うん、いくつかあるので、今後また CCAT のデータでいくつかデータは増える予定ですね。あとはまあ今現在進行形で、例えばあの研究環境省の S18 っていうような研究プロジェクト、はい、まあ、これもあの気候変動の影響予測とか、あの適用に関する研究プロジェクトですけども、そういったものもあるの で、ね、はい、そういったものも研究成果がまあ出てくれば、順次そういったデータも追加していく予定だというような話は、はいはい、聞いています。これもどんどんいろいろデータを追加して科学的なデータをこの一般の方、自治体の方に活用していただきたいという感じですかね。はい、そうですね、はい、じゃあこれだけこうたくさんのいろんなデータがまあ見れるってことなんですけど、試しにこうどういうふうに見えるのかっていうのを、あの先ほどのちょっと画面に戻っていただいて、何か一つぐらい項目を選択していただいて、どういう見え方になるのかっていうのをちょっと見せていただけたりしますかね。そうですね、試しに CCAT のデータで農業分野白身作りの割合、こちらに示した形になりますね。これも例えば排出シナリオの RCP 2.6、厳しい温暖化対策を取ったシナリオと RCP の 8.5 という温暖化対策を取らないような場合のシナリオで状況がどう変わるかというのを両方見れたりするんですね。あとこう対象期間も今は2030年まで、はい、2020年から2030年までですけども、これがあのいくつか幅が選べるということです。これもちょっと研究、確か研究プロジェクトごとによって、その対象期間が見れるものが違ったりなんかしてましたよね。確か21世紀半ばのものが見れるデータもあったりとか、21世紀末時点のデータが見れるようなものがあったりとか、なんかいろいろ確かバリエーションがありましたよね。そうですね、 CCAT のデータは結構項目というか指標によってこの対象期間が高々で、地域適用コンソーシアムのデータだと、21世紀半ばと21世紀後半2つで対象期間を絞って解析されているようです。なるほど、まあ、そこら辺もちょっと実際に皆さん扱ってみながらどこまでが見れるのかというのをちょっと確認いただければなと思います。あとはこれを例えばなんか自分たちの、まあ、あの県とかで見たいという時にも拡大して見れたりもできたりするんですよね。そうですね、今全国なんですけど、最初のところで自分が見たい県のところをクリックしていただくと、今例で長野県にしたんですけど、なるほど、長野県のエリアで抽出ができる。なるほど、これ今長野県で選択して長野県がこう中心にボンと来て、そこだけを塗るっていうのもできるんですね。はい、今どこですか、都道府県抽出ってところをやったんですね。あ、そうです。なるほど、はい、あ、 ありがとうございます。じゃあここら辺がまあちょっと WebGIS の基本、まずは基本情報だという感じですかね。はい、はい。